ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんばんは、氷川きよしです。もうね、今会長は大体のことをお話しされたんで、私から特にも言うことがなくなってしまったんですが、まあ、何はともあれ去年はね、思い出せばパレードで1日目中止になったんですよね。ただ今年は両日ともに雨は降らない模様です。で、去年ね、どんたく水田九州、ちょうど熊本地震から2週間後の開催だったんです。私たちね、祭りをもしかしたらやめた方がいいんじゃないか、自粛した方がいいんじゃないかっていう議論も一部ではあったんです。でも伊佐山会頭が先ほどおっしゃった通りですね、会長としてやっぱりこのどんたくの起源というのは復興の祭りだ、やっぱりみんなが集まって力を集めて、そしてみんなで支援をしていこうということを迅速に決めていただいて、去年は開催できたわけです。祭りの力はすごいなというふうに思います。今年は去年の12月にこの博多祇園山笠もね、ユネスコに認められましたし、また今この博多松林のですね、このどんたくの起源となるお祭りも国の無形文化遺産に登録をしようとしています。ぜひこのふるさとに伝わる素晴らしい祭りをね、みんなで楽しみましょうね。5日間よろしくお願いします。民謡協会どんたく隊の皆さんです。そして最後の方です。丸林千尋さん。こんばんは。この度2017-2018福岡親善大使になりました丸林千尋と申します。福岡親善大使として福岡の魅力をもっと学び、素晴らしさを伝え、たくさんの方々に福岡が大好きになってもらえるよう2年間頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、新しい福岡親善大使にたすきをかけてくださるのは、昨年度の福岡親善大使、本田すずさん、岡部のぞみさん、栗の丸咲さんです。お三方ともこの2年間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。今3人からたくさんの思いが詰まったたすきを新しい親善大使に、今かかりました。拍手をお送りください。
早速皆さんにお話を伺いますが、まずはこれまで2年間福岡のために頑張ってくれました3人にマイクを向けてみましょう。福岡親善大使の先輩の武田伊代アナウンサーから2人お願いします。よろしくお願いします、はい、本当に2年間お疲れ様でした。まずこの2年間を通して最も印象に残っている仕事は何ですか？私はいろんな都市のお祭りに参加させていただいたんですけれども、私自身長崎出身ということもありまして、小さい頃から毎年遊びに行ってた長崎ランタンフェスティバルに親善大使として参加できたことはとても印象に残っています。地元のお祭りにも参加できたんですね。お疲れ様でした。私は福岡親善大使としてたくさんのお仕事をさせていただいたんですけれども、その中で外国語を使って福岡を PR したりご挨拶をしたりと、本当に貴重な経験をさせていただいてたことが印象に残っております。はい、私は福岡親善大使として、年間だった福岡マラソンに出場させていただきました。8月から3ヶ月間練習を積みまして、無事感想出てくときはもう感無量でいっぱいでした。お疲れ様でした。本当に貴重な体験をされたんですね。その中から、後輩たちに何か一言伝えたいことがあればお願いします。ぜひお願いしましょう。はい、もう2年間本当にあっという間なので、感謝の気持ちと笑顔を忘れずに、福岡親善大使を楽しんでもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、貴重な経験をさせていただける2年間です。謙虚な気持ちを忘れずに精一杯頑張っていただきたいなと思っています。はい、福岡親善大使として誇りを持って、これからどんどん精進していってください。お願いします。はい、この思いがたすきと一緒に受け継がれることを願っています。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。皆様大きな拍手を送ってください。本当にお疲れ様でした。さあ、今度は新たにバトンを受けた新しい親善大使一人一人にマイクを向けていきたいと思います。まずは長富あやめさんからです。おめでとうございます。ありがとうございます。福岡出身ということですが、福岡親善大使として福岡の伝えたいところはどこですか？はい、私がおすすめする観光スポットは橋田神社です。世界遺産にも登録されました博多祇園山笠の飾り山も展示しておりますので、福岡の文化を感じることができると思います。はい、今回の道楽のサブタイトルにもなっていますよね。はい、はい、しっかりと伝えていっていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。そしてお二人目です。丸林千尋さんです。はい、ご自分も今すごく嬉しいと思いますが、ご家族はいかがですか？はい、会場に両親と祖父母が来てくださっているので、とても心強いです。何か伝えたいことがあったらぜひご家族に一言。はい、2年間ですが、応援お願いいたします。どちらですかね？どこにいますかね？聞かれているでしょうか？伝わっていると思います。ありがとうございました。そして、田上真理子さん。おめでとうございます。ありがとうございます。福岡親善大使のお仕事は福岡市内だけでなく、いろんな場所に行かせていただけると思うんですが、どこに行ってみたいですか？九州のみならず本州や北海道、またシンガポールや台湾など海外にも行って福岡をたくさん PR したいと思います。グローバルな夢をお持ちなんですね。ぜひ福岡を、日本を飛び出して伝えていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆様、新しい親善大使にもう一度拍手をお送りください。それでは表彰に移ります。福岡市民の祭り振興会、西日本新聞社、RKB 毎日放送から賞金10万円が贈られます。磯山誠二市民の祭り振興会会長より目録を渡していただきます。福岡親善大使の3人に贈られますが、代表して
長富あやめさん、お願いします。続きまして、福岡市から夏と冬のユニフォームが贈られます。すでに親善大使の皆さんはユニフォームを着ていらっしゃっています。代表して、丸林千尋さん、高島総一郎市長より目録をお受け取りください。